よし。あ、やった、メジナじゃないこれ。あれメジナじゃない？浮き栗っぽいけど。皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。なんと今日は三本島、三本島の SQ クラス、もうなかなか乗れない磯カメネ、ここに来ました。今日はどんな釣りができるかワクワクするんですけども、まあ、ここで今日一日いろいろ試しながらやってみたいと思います。今日は V9 スペシャルにアミパワーグレッ、あとは V11 の配合に活性剤を入れてブレンドしました。さあ仕掛けを作りたいと思います。今日はファイヤーブラッドのダイブマスター 1.5-53 ドリル BBX テクニウム3000番、これでやりたいと思います。今日は最初はアイスタイル別品の美、これでやりたいと思います。それに1糸が 2.5 ハリス 2.5、 針はグレバリの6号で、ガン玉は上の方に B、 あとはジンタンに2つ打って、最初はこれでやりたいと思います。すごいな、流れが。もうね、カメネは四方八方流れがすごくて、本当にね、どこも竿を出したいような場所ですね。今どこに流そうかちょっと迷います。本当はこの晒しのところから向こうに流したいんですけど、ちょっとまだ波がザブザブして前に出れないので、もう釣り竿ここになるとそっちに流すのはちょっと難しそうなので、こっから流したいと思います。さあ今朝7時です。まずは竿1本ぐらいからスタートしてみようかなと思います。10時半から揚げの潮に変わります。左に流れますね。そんなにすごい沖に出る感じではないですね。おお、もう来た。なんか来ました。あ、外れた。多分イサキですね、今の感じだと。下り需要の時はなんかちょっといい感じなので、朝の10時半の潮が変わる前にいい釣りができたらなと思います。ずっと水温高くてなかなか下がらなかったんですけど、今日はね、なんと水温16度台まで落ちてましたね。まあ、いきなり下がるとどうなのかわからないですけど、でもずっと水温高いと方がなんかあんまり良くなかったので、変化に期待をしたいなと思います。あ、当たった。さあ何でしょう。1匹目はイサキでした。朝一からイサキがパタパタ釣れる感じですね。ここは結構磯が低いので波がね、這い上がってくることも多いので、必ずこういうチャランボに全部荷物を引っ掛けておかないといつ
流れていってしまうかもわからないので、あの場所によっては対策をしながら竿を出すといいですね。あ、来た来た来た。おー、これもイサキかな。先ですね。よいしょ。ラッキー。お、来た来た来た。よし。先入れ食いですね。すごい。一頭一匹釣れますね、さっき。今、潮の流れは、灯台を向いて、左から右にこう、すごい速さで流れてるんですよね。で、コマセは足元に巻いて、ずっとパラ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 巻いて、まあ、竿を一本ぐらいから沈めて、いろんな層を探ってっている感じなんですけど、まあ、ちょっと流れに任せて、かなり潮早いので、ラインをパラパラ出して流していくと、急に当たりがあるっていう感じですね。これはまさしく、あの、こっちでいう下り潮なんですけど、すごい早いです。まあ、でもこういう流れの本流から、あの、例えば仕掛けがちょっとこう外れちゃったりすると、もう途端に、釣れなくなっちゃうので、仕掛けを流れの中で流せるように操作しながら釣っていく感じですかね。でもこれもイサキですね。結構今深くまで入れ込んだけど、よいしょ、お、お、よし、もうイサキかな。あ、もうイサキだな。イサキ、よいしょ。本当に入れ食いです。イサキは一頭一匹でめちゃくちゃ入れ食いなんですけど、メジナはいずこへ。この辺どうなんだろう。目の前の足元とか全然潮から外れてるようなところ。あ、でも本流の方に流れていきますね。どっちにしてもあそこの潮に行き着く感じですね。お、これはちょっと違う。なんだろう。おお、重たい。でもあんま引かない。めっちゃ重たい。全然引かないけどすっごい重たい。 やったメジナじゃない、これ。わ、流れの中だからすっごい重たい。早く釣ると、最高ですね。
朝ちょっと風も強かったのでちょっと流しにくくってイサキが連発してしまって、どうしたらメジナニが釣れるかなっていうことを考えながらこの本流の筋から外れないように流してコマセもその筋の中に入れて一緒に流していく感じで本当にこの潮の流れと同調させるように流してあげるとメジナが釣れると思うのでちょっとこのままやってみたいなと思います。船長曰く釣れても小型が多くて数も少なくてなかなか厳しいっていうことだったんですけどこういう、ね、流れを見つけられるとすごくいい釣りができますね。ここのこの綺麗なミルキーブルーのこのさらしありますよね。ここのさらしにラインが乗ってこう流れていくんですけどだいたい仕掛けを入れるのが泡の筋があるんですけど泡の筋の真ん中とかちょっと手前とか入れちゃうとちょっと本筋から外れてちょっと手前に寄ってきちゃうんですよ仕掛けが。なのでこのコマセを入れるあたり少なくとも今のコマセが入ったあたりあそこまでは仕掛けを入れてで流していくとちょうど潮筋の中をきれいに入っててくれる感じで、もうなんかメジナがね結構こっちの手前の方までコマセに寄ってきてるのであんまりさっきの最初の両型だったメジナはもっともっと沖で釣れたんですけど今もう結構手前の方で釣れてくるので結構もう寄ってきてますね。いい感じです。仕掛けはこの辺この辺まで飛ばしちゃいます。そうするとちょうどちょっとこっちに戻ってくるんだけどここの払い出しにラインが乗った時にちょうど泡の筋のところに乗ってくれるように流れてくれるんですよね。なのでこうやってじゃあそこで馴染んでくれるんですよね。綺麗に馴染んでくれてあとはもうここで塩にのせるだけです。よし、メジナですね、完全に。おーっと、強い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 。わ、よいしょ。重っ。行かないで行かないで、あ、取れた。あー、そこの根にやられてしまった。今結構いいサイズだったと思うんだけど、あー残念、そこの根で切れてしまった。あー、ここに来た時もっと勢いよく上げればよかった。でもね、まだいますね、いいメジナ。今ちょうど綺麗に潮筋入ってったので、やっぱりそういう綺麗に流した時っていい方の方が食ってきますよね。今またでもいい感じに流れてってくれてるかな。ちょっとさっきより弱いかな流れが。ちょっとこれ外れてますね。もうこっちに寄ってきちゃってるんでね、こう外れると途端に当たらないんですよ。だから絶対にこう外れないようにうまく仕掛けの投入とコマセの投入と
流し方を調整しないとちょっとメジナは当たってこないっていう感じですね。なのでうまい具合に流して、でこの払い出しに乗せられたら当たってくる感じです。あ、早い早い、もう当たっちゃったんだな、これ。おお、本命ですね。いい感じです。いやー嬉しい。ちゃんといいところにかかってますね、口の。潮が流れてるうちだけが勝負なのでだからこれがいつ変わってしまうかわからないんですよね。そこがね、またなんか駆け引きみたいな、その日の状況次第で。よし、あ、来た。よし。あ、でもこれは全然引きが違う。さっきのと全然違うっていうか、これイサキですね。イサキになっちゃいましたよ。イサキちゃん戻ってきました。あ、これも違う。よいしょ、イサキだ。あ、来た来た来た、イサキか、イサキですね。あ、あそこめっちゃ浮いてるじゃないですか。あれメジナじゃない？すごい近い。浮き暮れっぽいけど、ん？私が寄ったらなんかちょっと遠くに行っちゃった感じ。ちょっと大遠投して、危ない危ない、あれはメジナの誘惑だな。やっぱり浮き暮れやめよう。いや、北東の風がめちゃくちゃ強いです。こう 7-8メーター吹いてるんじゃないかってぐらい吹いてます。予報だとね 1-2メーターって感じだったんですけど、全然すごいビュービューです。ここもね、結構風が、うわっ、うわっ、うわっちょっと危険になってきました。はい、結構風がめちゃくちゃ強くなっちゃって、波もすごいちょっとなんかザブザブしすぎで、結構ね、這い上がってきちゃうんですよね、うねりが強くなっちゃって。なのでちょっと今日は早めに撤収したいと思います。いやー、すごいいい釣りできましたね。なんかちょっと短時間勝負っていう感じになっちゃったんですけど、まあ、ここの一級ポイントのカメネに乗って、この釣れない時期に両肩が釣れたっていうことが本当に今日は楽しめました。
ということで、またバイバーイ。